麺屋新名安城栄大部トヨタに店を構える。こちらのお店はフランチャイズのあぐい店に来ています。クリーミー豚骨ラーメンがおすすめのお店として有名です。土曜日の2時に行きましたが、8割方席が埋まっていて、他のお客様には大人気店となってます。特に家族連れが多かったですね。この辺界隈だと半田の麺四郎味噌ラーメン専門店がおすすめとなってます。こちら餃子、ニンニクのパンチが結構強い餃子でしたね。ちょっと水が少なめで焼いていたのかなと。ただパリッとしていましたね。もうちょっと皮がもちもちした方が良かったんですけど、まあまあ合格点の餃子ですね。ご飯とご飯が進む餃子じゃないでしょうか。でもやっぱ餃子は餃子の王将に限るなとつくづく思います。唐揚げは衣にニンニク醤油だれがついて、こってりあっさり旨味がありましたね。お子様が好きそうな唐揚げじゃないでしょうか。ただ身が小さかった。そこは朽ちる必要はないんじゃないかなと思います。ただ衣が売りなんだなと思います。こちらが濃厚醤油味。この油いかがですか。僕油少なめで頼んだんですけど、皆様どう思いますか。麺は固めで頼んだんですけど、麺やわ麺できましたけど、皆さんどう思いますか。私の口からは言いません。こちらは他のお客様には大人気でしたが、私のお口には合いませんでした。旨味がなく味がぼやけていて、コクもなく、ちょっと個人的には残念かなと。また言いますけど、他のお客様には大人気商品となっています。もうちょっと豚骨はコクがあり旨味があってほしいかなと。クリーミーさもちょっと感じられなかったんじゃないかなと個人的には思っています。大部店は5時半からおでんもやっているそうです。おでんがまた大人気で、ただ個人的に110円からなんですけど、コンビニで、大将に怒られちゃうんですけど、コンビニでおでんを食べた方がコスパは最高かなというふうに思います。担々麺など結構特化したメニュー構成となってますね。唐揚げ5個440円、まあまあかな。チキンステーキ丼セットも気になったけど、ちょっと420円高かったもんで今日はやめときました。餃子はお安いですね。6個で290円、まあまあ安いんじゃないでしょうか。ただ餃子の王将には負けるかなと思いますね。新しい商品もやっぱ考えなくちゃいけないですね。やっぱ店が進化していくためには必要かなと。昭和45年創業、創業52年を迎える大先輩、とても尊敬しています。ぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。個人的な見解とはまた異なるんじゃないでしょうか。ぜひご来店お待ちしております。ではバイチャー。